リリンハローパーティーラレールリニバルのリントです。はい、音がね今反響しているかと思うんですが、お風呂にてお届けしております。編集の時ちょっと大変なんですね、音 の, あの調整がねなんですけど、お風呂で撮っております。はい、今ね浴槽に2匹だけ入れてという状態ですね。いやちょっとね今日雨が降ってて寒かったのでね、なのでちょっと暖かくしてあげようと。なんでそんな後ずさってんの。これこれおいで。はい、ロッペ様ですね。そしてこっちがシェフィー。ロッペも大きくなったね。シェフィーもねたった3週間ぐらいなんですけどね、おいで。よいしょ、この大きさです。ロペに引けを取らないぐらいの大きさになりましたね、気がついたら。でね、この二人ね喧嘩しないんですよ全然。まあ多種族なんでねあんまりおすすめはしないですけど、あのシェフィーがねまだロペと同じぐらいのサイズの時は一緒にしてあげようかなと思っております。私この後ね、自分もシャワーを浴びながらキョロちゃんたちのね餌場とか水入れシェルターをね掃除して、自分もねシャワーを浴びて、もう実はあのもう裏全裸なんで映せないんですけれども、あのこの辺の掃除しながら、お風呂に入ってゆっくりしようかなと思います。ちょっとねボトルは違うんだけど、このニベアのねあの元ボディソープケースにね、あのメンズビオレから出てるなんかオールインワン、体もいけるし頭もいけるし顔もいけるしっていうやつがあるんだよね。それをねあの使ってみてます。今割と良さそう。まあ他にもねメンズ用の、まあ、ボディーソープとあとメンズ用のねシャンプーがあったりとか、このメイクとしては気にしないで、このずいぶん前 の, あの遺産なんで。ただこれねただのオイルとして使えるんで、あの毛穴を掃除したい時にねゆっくりお風呂入る時ねにあの最適です。あのちょっとこれを顔に軽くパックみたいな感じでして、半身浴をしてる間にね毛穴 の, あの汚れがねみるみるって落ちてくれるんですよ。まあ、あの後ろのベビーオイルでもね同じことはできるんですけど、それに使ってます。あとジョモタンは弟がこの間なんかくれました。なんか定期で買ってて1個あるからあげるよって言われてありがとうって言いながら、あとトリートメントとシャンプーとリンスもね、あとなんか歯ブラシとかが置いてあったりっていう感じのお風呂場でしたね。あんまり綺麗ではないな、紹介しなくてよかったなはい、そんな感じのリント日記でございます。はい、ちょっとこの後私もお風呂に入ってゆったりとしていこうかなと思います。ということで本日は以上でになります。なんか帰ってきたばっかりで喋り慣れてないな、日本語が下手くそでございます。はい、ぜひともねチャンネル登録高評価、そして Twitter のフォローなどですねぜひともよろしくお願いいたします。それでは以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。